長期主義ということで、明治の30年代後半、まあ、小出さんがここの工業権もらった後は、空中バケット使ってました。そうですね、ロープウェイですね、今でいう。ロープウェイって、今人が運ぶようなもののイメージ結構強いかもしれませんけど、もともとは林業で使っていたものなんですよ。だから、ロープウェイで論文探そうと思ったら、林業学会の論文が本当にたくさん出てくるんですね。で、そういうロープウェイで、まあ、ということバケット状のものに鉱石をたくさん運んでいて、そこら辺あたりに、こう、バケットの回転場が残ってくる。で、この回転場で、もう、チップライコーって、ヒットライコーじゃない、こう、ちょっと写真上では把握できなかったんですけど、おそらくチップライコーっていうのがあって、それで縦取りで落として、で、鉱石をこっち側まで運んで、より分けるっていうことを行っていただろうというふうに考えてます。なんか道の駅に行った時に、はい、写真が、持ち倉工場の写真が展示してあって、はいはい、スピードのリフトみたいなのの写真が。そうです。あれがバケットですね。はい。もうロープウェイパターンで、まあ、今は人一人っていう運び方をしてましたけど、昔はそのバケットの中に宝石を運んでやっていたっていう、結構たくさんいろんなところに買ってまして、そうですね、一番有名なこうバケットで宝石運んでいたのは、繁栄八幡製鉄所の東田エリアも、一時期バケットで宝石を運ぶっていうことをやってますね。結構鉱山では当たり前のようにあったものです。ありがとう。アゴのことも、これで展示しようと思います。うん、一ついいですか。はい、はい、はい。今のこの建物をですね、はい、建物を、はい、これからこの場所を設置、これは今、どなたの所有になっているの。で、基本的には一応、この、なんだ、町と、あと、まあ、いくつか所有が分かれてみたいなって言ったら、ちょっと、どの意味かな、どこっていうのが、ちょっと存じ上げてるの。今もう、生産地ですかね、所有は。ですね、調べた限り、こっちの又六区というところは生産森林組合の所有地になっています。それで事務所があるというところは、これは無倉沢の地盤なんですけども、これは宮地といって、東島の神社の所有というか、宮地です。で、所有者名には、八彦神社の宮司さんがいませんでした。あれなるほど。こっちはね、私事務所なんですよ。94名で森林、やっぱり入り合いですよね。会員になってて、一応少し事務所私持ってます。なるほど。ありがとうございます。そうですね、さっきこれ、まあ石と間違えるって話ありますけど、先ほども申し上げた通り、型枠に流し込んでるので、精度の悪いこの絡みに関しては、巣ができます。うん、これは巣ができてるのはこういったまあ下に落ちてるやつなんかで見てもらったら、これ違いっていうのがはっきり出てきます。で、そうですね。これが一番わかりやすいな。同じような型枠の、なんだ、上半分と下半分を分けて、で、こう、なんだ、なんだ、鋳造穴から鋳造するという形を取っていたらしいです。ですから、ここ横を見ていただいたら、接合部の痕跡っていうのがありまして、ここ、ちょっとこう、入ってみると見られたら分かるんですけど、あ、これ？それ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 。きっちり真ん中に分かれてるでしょ？で、鋳造の型のパターンによっては、斜めに残ってるパターンと、まっすぐに残ってるパターン、まあ大体2パターンぐらいあります。これは鉱山のその絡みの型枠のこう取り方で違いが出ますんで、そういった違いを見てみるっていうのは、まあそんなに絡みの鉱山たくさんないですけど、面白いかなというふうに思います。